皆さんこんばんは。ウォータースライダーで海パンが行方不明になった男、デンジーです。今日はですね、もうちょっと今から寝ようとしてるんですけどね、ちょっと昔のことを思い出してちょっとお話しようと思うんですけども、前に私は北朝鮮育ちで、終戦になるまで向こうにいたんですけどね、その引き上げる前の、8年ぐらいの間の、本当断片的ですけどね、思い出したようなことがあったんで、ちょっと話してみようと思います。北朝鮮はね、緯度から言うと、あれはどの辺かな、まあ、北海道の、まあ、旭川あたりじゃないかと思うんだけども、ただ基本的にはもうかなり寒くてね、その冬になると、その満州と北朝鮮の国境になっている渡満江という川が凍ってしまうんだよね。で、そう広い幅じゃないんだけども、狭いとこだったら100メーターかね、もう少しあるかわかんないけども、まあ、狭いところがあってね、その水がその全部凍ってしまう。で、渇水域だから、そう水はないんだけども、で、くぼみのところに、全部氷が張ってね、まあクレーターみたいなもんだな、あっちこっちにこうくぼみがあってね、まあそこにその川の魚があっちこっちこう氷の中に入ってるんだな。で、その氷のところに行くと、もう真っ白になった魚がね、まあ生きてんだよ、生きててじーっとしてね、耐え忍んでるっていうかね、じっとしてるから、上であの石で氷を割ってね、もうバケツ持ってってね、取り放題なんで。まあそんなことをしてね、いろんな魚入ってたのを覚えてるけども、まあ実はその渡満江が凍った時に、その満州の方からその悪いやつがこう馬で来るんだね。で、馬賊って言ってたんだけども、これが来て、まあいろいろ悪いことをしたんだな。まあ朝鮮人もそうだし、まあ日本人に対してもあったかもわかんないけども、とにかくその悪いやつで言うことでね、日本の警察が来たら、もう今のその外国じゃないけども、射殺してしまうんだよ。で、そんなんでね、射殺してね、まあ穏やかじゃない話なんだけども、で、私の親父がその官庁に乗って、まあ警察だけじゃないけども、いろいろ警察も含めた官庁のその敷地内にいたもんだから、そこでその馬賊の持ってきたその持ち物だな。まあ大したもんじゃないけど、まあ灰のだとかいろんなものを持ってる、それを全部ね、服もね、全部その広げて、我々に見せたもんで、まあ見せしめにしたっていうのかな。で、もちろん銃なんかも銃器もちゃんとね、出して展示したのを覚えてます。でね、そういうことがあったのとね、まあ全然話別だけども、思い出として言うのは、非常に気温が低いんでね、これはさっき言ったかな、今でいうカニね、毛ガニ、この毛ガニ、まあ北海道産だけど、まあ向こうも同じだな、生きたやつをね、そのままこの冬の寒い時に、外で湯がいてね、で、その生きたまま押し付けて茹でてね、で、それをまた凍らしてね、保存したっていうな、そういうこともあったな。で、そういう思い出とかね、それから学校ね、これはちょっと前に話したかもわかんないけども、日本人学校というよりか、まあ、国民学校だね。で、日本人しか行ってない、もちろん。で、そこでそのたくさんいないもんだから、1年生から6年生まで2つのクラスぐらいで、とにかく1年から3年、4年から6年ぐらいかな、2つぐらいのクラスで、まあ、生活したんだけども、思い出すのはね、トイレなんかに行くのにね、授業中でも行ってよかったんだよ。それで授業中に行くにしても、軍国時代だから先生に手を挙げてね、なんだって言ったら、今からトイレに行かせていただきますということでね、行かせてくださいかな。で、許可を得て、で、行ってこいって言ったら、教室のところに出て行って、
で教室のドアを開けるときにね、まあ引き戸だけども、先生の向かってね、入り口でただいまからトイレに、トイレから便所って言ったかな、ああそのトイレって言ったらいかがだと思うね、そういう用語は使ったらいけなかったからな、だから便所に行ってまいりますということで行っていく。で帰ってきたらただいま戻ってまいりましたっていうようなことで挨拶して自分の席に入るというようなことでねやってたのを思い出すな。それとかね、ああそうそう、まあ、いろいろ遊ぶのに、まあ、今の兵隊の位でいうね、二等兵、一等兵からね、上等兵から五等からこう上に上がっていくね、そういう位をつけてね、みんなで遊んだとか、まあそれはどの日本、本国でもそうだったと思うんだけども、まあそういう遊びをしたとかね、いうのを覚えています。それからね、前に引き上げる道中で終戦になって、終戦になったの分かって、まあ、ロシア兵に踏み込まれて、自動小銃向けられて終戦になったっていうの分かったんだけども、そこの、その後でね、この南下するときに、もう日本兵がね、銃器を全部その、教室っていうのかな、全部まあ、全部出していかないといけないんで、そのに我々がもう通っていく道筋のねコーナーにね、小銃だとかね、まあ帯とか機関銃もそうだな、それからいろんな武器をねあちこち重ねてるんだよ。それでねそこにあれは小銃でなくて機関銃の弾だと思うんだけども、こう弾倉があるよね、その帯になったんでいっぱい弾が入ってる。でそれをね、私、まあ、3年生だったかな、弾倉から抜いてね、あれ10発以上抜いたと思うな、それでポケットに入れてね、そのまま持って帰ったんだよ。まあ、これは今は大変だよ、これは分かったらね、大変だけども、でそれをね、宝物みたいにして持ってて、日本に帰ってからそれ、まあ、売ってないから中に火薬も入ってるからね、で危ないからっていうんで、あれは中学か高校ぐらいの時かな、ペンチで弾を抜いてね、で火薬を捨ててね、でバラバラにして先っぽの弾とそれ薬莢とね、で持ってたんだよ。で友達が来た時にね、まあ、そういう話をして見せたりしてるうちに、気がついたらね、もうさっきの弾もね薬莢もね一つずつなくなってね、まあ、そんなことありました。だからこの兵隊の持ってる剣なんかもね、まあ、小銃ももういっぱいあったけど、そんな小銃なんか持って帰れないからね、もうこの弾だけね、10発ぐらい持って帰って覚えてます。そんなものかな。まあ道中では、まあ、それとか最終にはいよいよ日本に帰るといった時にアメリカの輸送船に乗せてもらってね、で夜甲板でなんとかお別れ会っていうのかな、もう最後のまあ晩餐会みたいなもんでね、大きな釜にご飯を炊いてね、アメリカ兵がちゃんとやってくれました。で大きな米に釜にこうご飯をこぎたやつをそぎ取ってね、で握り飯にしてで醤油かけてね配ってくれた。これがうまかったな、忘れられない。まあ当時その銀飯って言ってたやつだね。まあそういう思い出があります。あそれからね、話前後するけども、その北朝鮮にいた時に兵隊さんが時々うちに来たね。もちろん陸軍の兵隊さんがね、そうだな5人か6人かね、そのぐらい時々団体で泊まりに来たよ。でもちろんその時1泊ぐらいするんかな、1泊か200だったと思うけども、もちろん一泊するのに、まあ、晩ご飯とか朝ごはんぐらい出したんかな。そういうことで兵隊さんもね、
我々子供を可愛がってくれましたよ。で、兵隊独特の、なんちゅうか、川の匂いかな。そういうのがなんとなく思い出します。あの兵隊さんは、まあおそらく日本に帰ってないだろうね。まあそういうこととか、まあそうかな。あ、それからね、うちの親父がその官庁にいたっちゅうことで、まあ日本人のその仲間のね、仕事の連中がもうしょっちゅううちに酒飲みに来たな。それで、私の母親も大変だったと思いますよ。今、もう仏さんになってるけどね。でね、まあ、昔はいい加減だったな、大人もね。で、まだね、小さい頃だからね、学校にも、学校に行ってたんかな。まあ行ってないかもからんな。まあ5歳か6歳ぐらいの子供なのにね、その酒飲みに来たおじちゃんがね、酒飲め言ってね、この地産のチョコでね、飲ますんだよ。どうも、1、2杯飲んでるうちにね、酔っ払ってね、こう寝て、あの天井がくるくる回ってね、大変だったの覚えてる。大変だな、今。そういうことやるとね。バラバラの話になったけども、まあ、そんなとこかな。なんか、記憶力が悪いのかね。もう断片的だし、普通もうちょっとね、8歳ぐらいまでいったらいろんなこと覚えてると思うんだけどね。あんまり覚えてないな。まあそんなとこです。また思い出したら、またお話聞いてください。ありがとう。やっとこやっとこ繰り出したおもちゃの街でラッタッタ、人魚の兵隊勢ぞろい、馬もワンワンもラッタッタ。